フランツ・ヨーゼフ・ハイドン作曲のロンドン公共曲は、ハイドンがヨハン・ペーター・ザロモンの招きによって、ロンドンを訪問するにあたって1791年から1795年にかけて作曲した12曲の公共曲の総称である。他にも、ロンドンセットや、昇兵者にちなんで、ザロモン公共曲、ザロモンセットなどと呼ばれることがある。 ハイドンの最初のロンドン訪問中に書かれた第93番から第98番と2回目のロンドン訪問にあたってウィーン及びロンドンで書かれた第99番から第104番の2つのグループに対別できる。なお、公共局第104番に町長、ロンドンを単独でロンドン公共局と呼ぶこともある。一部の公共局に相性が付与されているが、 いずれもハイドン自身が名付けたものではないとされる。第100番、軍隊については、初演の新聞予告に、すでに、軍隊公共局という呼び方が使われていたため、この曲を、軍隊と名付けたのは、ハイドン自身ではないかという説もある。初期のクラリネットは、制約が大きく、また、エステルハージ家のオーケストラに、クラリネット奏者が短期間しかいなかったこともあり。 ハイドンの公共局ではクラリネットを使用してこなかった。ロンドン公共局では従来のハイドンの曲よりも還元楽の規模が大きく、第2期ロンドン公共局のうち102番以外の5曲で初めてクラリネットが使われた。ただし他の管楽器に比べるとその使用はまだ控えめであり、101番では他の楽器と同じ音を重複して吹いているだけでほとんど聞こえない。百番では 第2楽章にのみ出現し、イエニチェリの軍楽を模倣する。なお、晩年のハイドンの曲では、クラリネットは多用される。ウェブスター、ジェームズ、ハイドン、ヨーゼフ、グローブミュージックオンラインエド、エルメイシー、アルベルト・アール・ライス、ザ・クラリネット・イン・ザ・クラシカル・ピリオド、オックスフォード・ユニバーシティ・プレス、P180。 ISBN 9兆7801億9534万2994ありがとうございます。